桜前線があるんだったら杉の花粉前線があるに違いない。花粉が東京よりはだいぶ軽かったので、その辺、まあ、快適に勉強させてもらったんですけど、花粉症という言葉自体はですね、私実は高校1年生の時に生物の授業で教師から聞いたんですよ。高校の時の生物の授業っていうのはですね、私にとっては野球部に入って野球に明け暮れていた私にとってはボールを縫う時間だったんですよね。教室の一番後ろに座って教科書で隠して一生懸命ボールをやって縫ってたんです。その時に生物の先生がですね、花粉症の話を始めたんです。ヨーロッパでは花粉症というのがあって、例えばバラの花粉症の人はバラの花束をこう持っていくとそれでもくしゃみが止まらなくなるんだと。へーと思って、そんな病気があんのかと。それがものすごく印象に残ってるんですよね。しばらくしてですね、テレビにパッと見ると3月4月頃にこういうのありませんでした？桜前線、日本地図がこうあって桜前線がこう上がってきますよ、この地方にはいつ頃桜が咲きます、桜前線が北上してきますっていうニュースやってたんですよ。桜前線があるんだったら杉の花粉前線があるに違いない。つまり気候によって暖かくなってきた時に杉の花粉が出るわけですから、鹿児島とか宮崎だったら東京よりも早く花粉が散って、東京が花粉でひどい頃には鹿児島宮崎ではもう花粉は収まってんじゃないかなと思いましてですね、私が受験生の、私が28歳の時ですね、私は司法試験の受験のために埼玉県の和光市っていうところで小さい学習塾を開いてですね、払ってもらう授業料でもって生活をしながら勉強するということをまあやってたんですけど、私が結婚をするっていうことが決まった段階で、お前のようなものと結婚してくれるという人がいるんだったらそういう人に苦労をかけられないから援助すると、こういうふうに師匠が言いましてですね、その時から援助してくれたんですよ。そういうふうに言ってくれたもんですから、まあそれまで教えてた生徒を卒業させて、で塾を閉めましてね、勉強に専念することになったんです。で28歳の花粉症のを迎える3月にですね、桜前線があるなら杉の花粉前線があるに違いないと思って、宮崎県の都城市っていうところに、私の大学の後輩がですね、そこの中学校の教師をしてたんですよね。その後輩に電話をしましてですね、どういうところに住んでる、割と広い部屋に住んでます、部屋いくつあるの、部屋は3つあります、1人で住んでるのは1人住んでます、悪いけど1ヶ月間ぐらいそこに居候させてくれんかな。あ、いいですよ、大学の後輩がですね、OK してくれまして、都城市の中学校の教師をしている後輩の家に1ヶ月間転がり込みましてですね、杉が多少は軽いだろうと、杉の花粉前線はもう都城市は過ぎただろうということでですね、1ヶ月間そこで勉強させてもらったんですよ。花粉が東京よりはだいぶ軽かったんで、その辺、まあ、快適に勉強させてもらったんですけど、その時にですね、実はその私の後輩の中学校の教師はその中学校の野球部の顧問をしてました。その後輩からですね、先輩ちょっと野球部で指導してくれませんか、僕は高校時代野球部だったっていうのを知ってるもんですから、彼はで私も喜んでですね、3時ぐらいまで図書館で勉強して、そこからグラウンドに行きましてですね、ノックしたりバッティングの指導したりいろいろしましたですね。そしたらですね、父兄の方が大変喜んでくれまして、明日帰るという日にですね、野球部の父兄の方々がある家に集まって、そこに招待してくれまして、大変なご馳走をいただきながらお酒もいただいて感謝されたという記憶がねあります。もし今ご覧の方で当時都城の中学校の野球部の部員だった方ももう大変なおじさんになってると思いますけど、あの時私を招待してくれたお母さんはもうかなりの高齢、ご高齢になっているかもしれませんが、その時はありがとうございました、はい、チャンネル登録高評価していただけると励みになります。